どうもビデオゲーマーです。こういうキャリアゲーム編続きやっていきましょう。今回はカップ戦ポカールですねの準決勝レバークーゼン戦やっていきます。で、前回はプレミア公開しまして、まあこの動画もなってんのかなわかんないけどなってる可能性もあるしないかもしれないし、ちょっとわかんないんですけど、で前回の動画の最後に、スタメン決めてまして、エルナンデス、バルドシュミット、パウリーノですね。で、オホボー、サビリ、で、ドリブル、アドナン、ハック、カッター、ビッカース、キャノン。で、ゴールキーパーがバージニアです。まあ、いろんなポジションで、まあ、いつものメンバーよりもだいぶ、なんだろうな、能力値というか下がってしまっているので、厳しい戦いになるかなと思うんですけど、まあ、なんとか勝って、決勝にね、進めるように、頑張っていきたいと思います。では、試合の方やっていきますかね。はい、じゃあやっていきましょう。普通に考えたら多分ね、勝てないんですよ。これをなんとかして勝たないと、せっかくね、おぶんない。今のはやばいね。バージニアよく止めたね、今のね。ナイスディフェンスですね。ちょっとギリギリなとこありますけど、いや、なんでアドナンがそこに来てんのか、ちょっと後でじっくり聞いてみたいぐらいですねいけるいけるいける、よっしゃ、 OK、 よし、先生先生、よし、前半終わりましたね。はい、後半やっていきましょう。まあ、前半の感じとかも良かったんですけど、もう1点取っておきたかったですね、あの流れの間に。うーん、いける、あご流れは良かったのにな。最後のこぼれてきたシュートがポスト当たっちゃったよ。嘘だろ、え、ピ、え、嘘、え、ハンド、マジで嘘でしょ。あー、ハンドだわ。よっしゃ、オッケー。あれだな、バルドシュミットは最近全然やな、ほんまに。どうしましょうかね。やっぱちょっとフォーメーションいじるべきなんか、おっと、うまいよ。おっと、腹立つよ。ナイス。あ、やば、その、よっしゃ、ナイス。いいよ、ナイス、ナイス、ナイス。
オッケー、2点目。危ない、いった顔面からいった。あ、ちょっと待って、選手変えよう。いや、さっきの痛いでしょ、最後顔面からいってるし。カルドス入れますか、サビリに変えてね。で、アルプ入れましょう。どうしようかな、バルドシュミットに変えようか。2枚替えよう。これやばいな、ちょっと今レバークーゼンの時間かもしれないね。ナイスですよ、キャノン。うん、悪くない、これはいいと思うよ。狙ってっていいよ、全然いい。悪くない悪くない。オッケー、ナイスカルドソ。どうせだったら無失点で終わりたいよね。ここまで無失点なことないから。うまいですね。まあ出てますけど、ちょっとなんか将来的にはいい縦の関係になりそうな雰囲気があるなあ。リトロ、チャレーザ・ランギス、メルテンズ、あ、ファールか。クリアファウルプレイ、and as a result, a free kick forthcoming.オッケーオッケー。あ、バージニアのゴールキーパーのグローブがあれですね、ゲーム内のグローブですね。あれメーカーのに変えてあげないと。よし、決勝いったぞ。はい、勝ったんで決勝に進むことができましたね。決勝はどことなんでしょうかね。やっぱりなっていう感じだね。あ、ドルトムントなんですね。なるほどなるほど。そうか、そうなのか。きついよな、どう考えてもきついよな。まあでもこのメンバーで無失点でしかも3点取って勝てたっていうのはすごくプラスなんじゃないですかね。うん、なんか本当に何だろう、いつものメンバーより動き良かったみたいな、このね、試合に出れる喜びがなんか出たんですかね、チームとして。
すごく良かったですね。カルドソもゴール決めたし。うん。はい。まあ今回はこれぐらいで終わっておきますかね。ではまた次回です。よかったらまた見に来てください。じゃあ終わります。じゃあね。バイバイ。